緒だ。今日は6時間もテストしてきて、6教科してきたんですね。テスト1コマ50分で6教科もしてきたんですけど、本当に疲れて、明日の方が疲れると思うんだよね。でも明日はエグちゃんと一緒なので、エグちゃんと一緒なので楽しみです。休み時間になったら携帯触れるんで全然楽なんですけど、本当に携帯触れるだけで嬉しい。そう、もう始まってますよ。今日の科目は全然勉強って感じでもないんだけど、ビジネス基礎と、あと英語めっちゃ得意で、英語と書道と、あと情報と体育と保険です。体育、保険、情報、ビジネス、英語、書写の6教科を今日してきました。席替えとかないです。私席自由なんで、席決まってないです。このテストの時はテスト席決まってるんですね、出席番号順で。だけど普通の授業は別にどこにでも座っていいので大丈夫です。なんか大学的な感じ。そう、書道にテストなんです。私選択科目があって、音楽か書道なんですけど、私書道を選んだので書道のテストがあるんですよ。書道のテストは普通に知識問題です。なんか毛の筆のなんかいろんな種類の名前とか、文字の字体の種類とか、そういうのです。教科書はこんな感じのやつなんですけど、中身がね、普通です。書き方とか、あ、私がこれ学校で書いたやつ見せてあげます。学校で書いたんですよ、書道を。これが、それがあったので見せます。じゃじゃん。これは添付って読むのかな、ちょっと私読み方わかんない、読むまま書いたんですけど、これ授業の途中で行って、授業の途中から行ったので、ちょっと上手くないですか、ちょっと上手くないですか。私ちょっとこの名前を見ないで、私名前、自分の名前ね、上手く書けなくて全然汚いんですよ。だけどこれ、こう書けるんですよね。これ大きい文字は得意なのでこれを書きました。風がめっちゃうまいと思う。見て、これちょっと、これリンカーを見ないで。風めっちゃうまくないですか。そう、これを学校で書きました、一緒に。えぐちゃんも一緒に添付。そう、なんかね、普通はね、大内って書かないらしいんですよ。なんか下の名前だけ書くらしいんですね、習字って。それを教わったので、下の名前だけしか書かないでって言われたので、私もね最初大内って書こうと思ったんですけど、なんか輪郭だけでいいらしいです。はい、私習字習ってたんで、習字は私5段持ってますので、5段持ってますので、まあ習字の字は、まあ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 、字を上手ですね。ありがとうございます。すごくないですか、本当に。ちょっともう自分、これでも私習字をやめてから、習字辞めたの6年生なんですよ。6年生なので、もう3年半ぐらい書いてないんです。習字習ってなくて、のこの字の綺麗さはやばくないですか、自分で言うのもあれだけど。そうです、5段持ってるんです。5段持ってるってちょっと得意なんです。でも鉛筆は、硬筆は苦手です。筆しか得意じゃないので、鉛筆の字が綺麗だとは思わないでください。本当に汚いの、私。まあこんな感じのことを並びます。普通の初期の初歩の初歩って感じなんですけど、多分ね他にもあるよ、字あるけどね。習字セットがあるので、どっかに私の字自体はあると思います、いっぱい。T さん、金魚ありがとうございます。そう、それがテストになるんですよ。意味わかんないです。なんか作品名とか、この字を書いた作者とこの作品名を書きなさいみたいなの言われたんですけど、私全くわかんなくて適当に書きました。
あの選択問題なんで、私の学校選択も教科なんで、選択問題だからどれかしら入れれば合ってるんですよ。よいしょ、どっこいして出てくるかな。荷物がその前にいっぱいあるから。作者なんてそれな、作者覚えられないんですよ。私もあるかな、こんな時探しといて。これは私が、この習字セットはですね、私が小学校に、あの習字習い始めた時からだから、本当に小学校低学年ぐらいからずっとやってる。小学校1、2年から始めてるんで、そんくらいからずっと持ってる。最初はね、私は教室から始めたんですけど、その時は字が綺麗だったんで。あ、あります、あります、ありますね、あるんですけど、これ上手いのか果たして。これはどこで書いたやつだ。おい、めっちゃ上手いやん。これ本当に何か書いたってぐらい、なんかめっちゃ上手く感じるんですけど、見てください。いきます。梅香る山里だって。梅はい、もう一回いきます。これはね、楷書じゃなくて、なんていうの、なんていうの、楷書じゃないのでこういう書き方なんです。梅香る山里、行書行書、そうそう行書行書、そう楷書じゃなくて、そう行書行書なのでこういう字なんですけど、私この香るがさ、香るがめっちゃ好きなんだけど、自分の、これ本当に自分で書いたってぐらい、いつ書いたこんなの、いつの習字だこれ、これいつの習字、めっちゃ上手くないですか。ちょっと自分で言うのもあれなんですけど、すいません。多分これいつのだ、本当にいつの、これそればっかり書いてるもん。梅香る山、ちょっと待って、これ見たらわかるかも。あ、わかんないわ。え、待って、これやばくない、この王子の王めっちゃ綺麗じゃないですか。手本じゃなかったです、私のでした。手本はこんな紙質じゃないです。同じ紙質なんで、私が書いてるのと私のですね、覚えて書いた記憶あります。ちょっとこの梨も綺麗じゃないですか。多分これ名前の練習してますね、行書の、行書の名前の練習してる。これは多分梅がうまくいかなかったんだと思う。その他はまあまあうまくいってるんですけど、梅がうまくいかなくて多分名前の練習用にしたんだと思う。これいつ書いたやつ、やばい、梅香る山里しかない。これよりもさっきの方がうまい気がする。なんか香るがめっちゃでかい。これは2枚目、これはまああんまりうまくないですね。あった、これ手本だ、これが手本です。あ、これ手本じゃなかったです、これなんか失敗したやつですね。これ顔のルーがもうさ、かすれすぎてやめたんだ。蝶とか取ったことあります。兵庫県の神戸市の何々区ってところに、まあ、住んでるんですけど、区長賞をいただいたことあります。とあと区長賞をいただいて習字セットもらったりとか、あとね、何の賞なんだろう、あれは、まあ小学校の頃にいろいろ冬休み明けのなんか提出のやつで賞もらったり、あと なんだっけ、あのお正月に提出するんですよ、なんか一回税の作文っていうの、その税の作文で一回小5かな、これ小4ぐらいの時に税の作文で、そう税の作文で入試をして、なんかもう一個上に行くみたいな県大会みたいな感じのやつに行ったんですけど、そこでダメでした。もう周り上手すぎて圧巻されちゃって、そう、いやめっちゃうまかったな。これうん、これやばい、ちょっとこれ持っときますね、これ持っときます、これは持ってきます。ちょっと
と持っときますね。持っておきます。ちょっとこれ発見したので持っときます。他はいらないです。ちょっと他は失敗気味なので。あ、こっちか。こっちがうまいのか。こっちだっけ。どっちだ。これはカオルがでかいのか。こっちだね。こっちをちょっと持っときます。めっちゃうまい。自分で言うのも悪いけど。あ、待って、すいません、私めっちゃ嘘ついてる。税の作文じゃない。税の作文じゃなくて、あの税の習字、習字にも税にちなんだ習字を書かないといけないっていうのがお正月にあって、それです。すいません、めっちゃ嘘ついた。税の作文とかマジでもう適当にやりすぎて、何も中身内容ないから。税の作文とかそんな頭いいことしてません。税の作文って言ってたよね、多分。税の作文じゃなくて、税のこれです。はい、すいません。めっちゃ嘘つきました。ごめんなさい。税の作文なんかじゃないです。なんか税の習字っていうのがあるんです。税金とか、納税とか書く習字があって、そういうので、行きました。なんか、賞っていうか、まあ、賞取ったっていうか、まあ、賞です。はい。まあ、税についての、税にちなんだこともやるんです。ハルシがまだ残ってるからめっちゃ書きたくなってきた。急に書きたいわ。筆やばいかも。うちこの筆めっちゃ専門、私が習字書いてるとこって結構習字のね、筆とかめっちゃあれなんですけど、めっちゃ高いんですよこの筆で。めっちゃ大事にお手入れしてたんで、やばいかなと思って。これがね、もうね、古くてボッサボサで、めっちゃここが硬くなっちゃったの。そう、これがちょっともうダメで、これはもう使ってないんですけど。そうそう、こっち。あ、やばい。硬いな、中が。あ、中硬いな。筆って、あんまり、ああいう、ペットボトルとかでゴシゴシ洗えない方がよくて、こう、グサグサグサってみんなやってるじゃないですか。あの、ペットボトルとかでやらない方がいいんです。ちゃんと丁寧に手で洗った方がね、いいんです。お湯とかで。そう。もう私がこれ水にね、洗ってもこう、ああやって固まるんですよ、水に。洗っても、水で洗っても固まっちゃうので、まあ仕方ないんですけど、ああなる分には。兵庫の消防団です。はーい、ということで以上です。私の習字披露以上です。すいません、なんかめちゃくそ自慢みたいになっちゃってごめんなさい。全然自慢なんかじゃないです。本当に今はちょっと書いたらどうかわかんないけど、本当に全然自慢なんかじゃないので、すいません、気にしないでください。もうね、そんなの取って当たり前って方もいますし、本当に気にしないでください。私のことは初見です。ありがとうございます。来てくれて嬉しい。みんな書いてるよ。はい、ということで、ちょっとした私の自慢大会でした。すいません、自慢大会しちゃって申し訳ない。ちょっと急にね、習字が思いついたので、習字のねこう言ってたんでね、言ってみました。私はちっちゃい1年生の頃にね、絵の賞も取ったことあります。海の中の
子供たちみたいな賞も取りました。これが兵庫県の一覧です。兵庫県の一覧です。これは淡路島です。これは淡路島です。ここら辺が北区です。でここら辺が西区、だいたいね。画伯、画伯はやばいです。今本当に絵はマジで下手くそなんで、あの言わないでください。私何も何も言わないでください。本当に何も言わないでください。私のこと、画伯生まれ。あ、山川と宮川さん、これで説明すればいいやん。あのここら辺に山があるんですよ。ここら辺にこう六甲山っていうのがね。でこの先にあるのがこのこれなんですね。まあ海でここも囲まれてるんですけど、ここら辺ね、海と海で囲まれてるんですけど、ここに山があるので、ここら辺に、ここら辺にね、この山よりも下に住んでる人たちは山と海に囲まれてるんですよ。だから山があれば北、海があれば南なんですね。こっち側が海です。でこっちには県が隣にあるので、大阪とかね、あるので岡山とかあるんですけど、そう、もうここら辺に山があるわけよ。これを越えたら北区に行けるわけですっていう意味です。わかりますかね。そう、兵庫の図と神戸の図、そう、違いますね。神戸はここです。神戸はここのちっちゃい高端とこなんですけど、まあ、西区ではないです。ここはすみません。神戸はここが西区です。神戸はここが西区で、これは北区で、私が住んでいるのはここの神戸市っていうところ、神戸に住んでいるので、そう、神戸なので、ここに山があるんですよ。ここに山が、ここに山があって、ここが北区で、これが西区で、これがまあ淡路島ですね。でここが海なんですよ。まあ、これはもう島なんですね。島というか、まあそういう埋め立て地の島なんですけど、ここに山があって、山があって北区に、ここの北区に行くには山がこう通れば北区に行けるんですね。だから山と海にこう囲まれてて、この神戸市民は、この神戸市民はね、だからここは上から神戸で、上から神戸じゃない、ここは山と北、北が山で南が海ってことになります。でこことここはね、他の市があるんですけど、西宮とか、そう、六甲山がここにあります。六甲山ここに通ってるんです。こうやってピーって、でここの六甲山を越えたら、ここら辺が北区ですね。まあここら辺が、ここら辺に多分あります、六甲山が。神戸市はいくつ区があるの？いくつ区がある？区？区は私わかんないです。いっぱいあるんで区はわかんないですよ。これを言うとどん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 私の住所が特定されちゃうので、わかる範囲しか言わないからさ、言えないから。阪神ファン、あんま野球はファンはあんまないです。そう、有馬温泉があるんです。芦屋高級住宅街です。豪邸しかないです。縦横かなり広い兵庫県ね。意外とね、意外と広いんですよこれ。兵庫県広くないですか？だって私ここの範囲でしかあんま行きませんもん。あと三木市、三木市、あ、三田、三田、三田市ってとこには、三田市ってとこにはアウトレットがあります。三田アウトレット、三田三井アウトレットパークっていうのがあります。ここには行ってますね。よくこう、あの車で行ってます。他は行かないです。こんな上の方まで行ったことないと思う。行ったことあるんだろうけど、あんま行かないですね。へー、全然知らない街ばっかです。姫路もね、行ったことある。ここ電車通ってるからね、ずっと電車取ってるから行けるんだけど。西宮はめっちゃ行くね。尼崎もめっちゃ行く。芦屋もめっちゃ行くね。あれでしょ、あ、洲本も行くね。行けますね。行けます。あ、ね、尼も兵庫県です。そうです、ギリギリ兵庫県なんです。尼崎も、尼崎も大阪に区分しないであげてください。あれの住んでるし、行った。え、ミキ
ミキかサンダ、ミキかサンダ氏だな。だって神戸市の隣って言ったらそれぐらいしか。明石はね、明石も何回も行ってますよ私。大阪のたこ焼きより明石焼きはあんま食べたことないんですよね私。だのたこ焼きですすいません、たこ焼き派です私普通に。奈良から在来線で岡山。すごっ、明石は親戚が住んで、そうなんだ。トク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 。でも髪の毛切りに行くからまあいいんですけど、明日も朝早いし大変。まあこれが普通の学生なんでしょうけど、明日海峡大橋は、あ、明日じゃない、明石海峡大橋は生で見ると大きくてすげえ。まあ確かにね、どうなんだろうね、なんか見すぎてちょっと大きいのがよくわかんないんですけど大きいのね。髪の毛切れるの楽しみ、あのシャンプーが一番私楽しみなんですよね。シャンプー大好きで気持ちいいですよね、シャンプー。今日で8月終わりなので9月ですよ。もう早くないですか、もう時が過ぎるのが早すぎて早すぎてやばいです。本当にもう本当に早いと思う時すぎるの。切る前にシャンプーめっちゃ好きね、シャンプーマジ大好き本当に。マジでシャンプーのために行ってるっていうのでも過言ではない感じなんですけど、マジで大好きなんで明日は髪の毛切ってもらうんですけど、まあそんな変わらないと思うけどね。まあパチャドラもあさってあるので、もう早くパチャドラやりたい、みんなに会えるね。みんな来る人、2日来る人パチャドライエーイはーいって言ってください。もしリンリンリンカちゃん初めて会って可愛すぎて気絶したら助けます。気絶しないでください、気絶しないで。2日はあれあるかな、当日の件、当日の件あって、もし2日行くの迷ってるよとかあったら来てください。私のうちわを作って行くよ。あー、みんな来てくれるんだ、いいよ、いっぱいだいっぱい。みちおさんも来てくれる、ヨッシーさんも来てくれる、かささんも来てくれる、ありがとう、嬉しいでございます。もう本当に早く出たくて。でパジャドラ終わった後はお友達の6期生の誰かの家にお泊まりにしに行きます。多分意外だと思います。来て、当日販売多分あるよね、あると思うので、もし迷ってるよとか仕事終わって途中からでもいいけどね、途中からでもいいよって方はね来てください。途中からでも本当に嬉しいです。仕事で行きません、あー、また来てください、機会があればまた来てください。意外、誰だろう、年上、さあさあ、まあ多分分かると思いますね、その時になったら。行きたいよの人です、行きたいよの人は DMM で見てください。エラ花大好きさん、花組ありがとうございます。
プライズで来てね。早く公演やりたいって欲がやばくて、最近ファンの方にめっちゃ会いたいっていうのがやばいです、やばいです、本当に早く会いたいの一心です。DMM で涼しくなります。ありがとう。夏川見送りで黒みカチューシャ着けるよ。わかった。見つけるね。また言って、ツイッターとかなんかで。公演いつぶり？いつぶりだろう。いつぶり？逆に。わかんない。今、携帯がそこにあるからわかんないんですけど。8月の本当に半ばぐらいからじゃない。早く会いたいの、本当それな。いつ会うの？今でしょ。いつ会うの？今でしょ。1週間ぶりぐらい。マジで？リンクちゃんのココテンみたい。マジ？私もやりたい。ココテン大好き。かわいい。ありがとうございます。チュッ。かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん。水族館行こうか、水族館行こうか、水族館行ってカメロンパン買ってください。マスター、リリリン会なら、なら、なら、なんでも感想。やったー、ありがとう。出るか出ないか覚えてる。ポジション、ポジション、い、よるんじゃない。うん。リンカちゃんが好きな中華料理は、私が好きな中華料理はチャーハンです。この前に自ら海水族園、この前にビラ海水族園、海水族館で、ゆいなのなんか持ってたよね、写真。入荷証みたい。わかる。笠原さん、ありがとうございます。ポジションによるんじゃない。そうかな。ペペドーム渋滞で出るな。マジで大変。美ら海ね、美ら海水族館ね。すいません、読めなくて申し訳ない。美ら海水族館ですね。結婚してありがとう。考えとく。考えとくね。リンカちゃんを世界水泳福岡大会のステージで発見しました。ありがとうございます。ピンちゃんさん、ありがとうございます。めっちゃ遊んどくなったんですけど、すいません。ホコくんハート、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。マルティさん、マスター。チュラ水だっけ、なん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 だっけ。チュラ海ね。チュラ海水族館もジンベエザメの水槽が。迫力あるんだ、見に行きたい。考えてくれる。考えるよ。考えるだけね。にんかちゃん、こんばんは。かずきち、キングありがとう。カレンレの配信行ってたな、きっと。かずきちいっぱいありがとう。金魚、あ、花火もありがとう。いいな、謎の豚を配信で持ってたけど、豚とかいないですよって言ってね。豚持ってたね、クレーゲームで。にんかちゃん、沖縄行ったことある？沖縄行ったことありますけど、全然記憶にないです。ちっちゃすぎて。あんまり。水族館に行ったことだけは覚えてます。もしかしたらその美ら海水族館かもしれない。
チュラミ水族館は日本で一番大きいですが、そうなんだ。ビーバーさん金魚ありがとうございます。ありがとう。おでこかわいい、ありがとうございます。バレてる、バレてます、知ってます。私はお見通しなので、皆さんのこと。行きたいとこたくさんやけど予定できんし、行く人からマジか。じゃあ公園おいで。関西人にとってジンベエザメは海遊館だもんね。海遊館あんまさ、水族館とかさ、もうちっちゃい頃すぎて全然覚えてないんだよね。カズキッチ花火ありがとう、可愛すぎるから話しました、ありがとうございます、嬉しい嬉しいです。12日のバジャー調整しました、ありがとう。What it is the water? Nage boppa de da dista. Nage boppa de da dista. え、待って、ライブタグつけちゃった。選択したタグ雑談ってつけちゃった。まあ、いっか。ここ最近めっちゃ友達と遊んでる。今度またユニバー行く。いいな、ユニバー。おでこ配信、おでこ配信やだ。ララちゃんとは関西民同士よく話すの。話しますよ、めっちゃララちゃんと。この前もめっちゃ話した。水族館ペンギンパレードみたいな、かわいいペンギンね。風吉、レインボースターありがとうございます。広島から配信見てます。配信見てます。ビッグウェブ、ありがとう。デレレレビッグウェブ。パパパパビッグウェブ。ビッグウェーブ、これライブさ、タグってなんかどんな感じ。あね、ああ雑談、雑談ってきたらいっぱい来るかな。今年はクリスマスユニバー行きたい。わかる、クリスマスのユニバーが行っちゃうよね。でもカップルいっぱいいるからさ、ちょっとやめとこうかな。昨日はバーベキューした、いいね、美味しいよねバーベキュー。今日はカレンレンと遊んだから大丈夫、私はバーベキューよりもカレンレンと遊んだ方が絶対楽しいもん。いいねバーベキュー。誰かと行きます、行ってください。まさにゃんさん、花火いっぱいありがとうございます。めっちゃ綺麗だった。ユニバーもハロウィン、ね、でもユニバーハロウィンのゾンビさ、だんだん怖くなくなってきてるから、ちょっとなーって感じ。ユニバーには。あのね、ユニバーのね、チャッキーがまた復活したんですよ。コロナでできてなくて復活したんですけど、私絶対チャッキー無理。本当にチャッキー無理。ああいうお化け屋敷系の、なんか閉じ込められる系マジ無理なんですよ私、怖くて本当に。いつかリンリンリンカと出かけするとき来ますように。来るかな。今恋に落ちました。あー落ちないで。受け止めます、私が。ありがとうございます、恋に落ちてくれてありがとう。愛おしくて可愛いよ。全然今年のチャッキーを 3D メガネつけて歩くお化け屋敷マジで。 3D メガネなんだ、追いかけてくる系じゃないんだ。 3D メガネなんだね。 3D で出てくる感じか、ならまだメガネ外せばなんとかなるかも。どういうこと来ないのって。リンクの心霊スポット、心霊スポットはマジでやめた方がいいと思います。心霊スポットはガチで本当に皆さんの危険がに及ぶので絶対やめた方がいいと思います。福田オットセイさん、ココナッツありがとうございます。明日の福岡行く準備してるな。え、来るの？2日のパシャトラ来るの？言ってたっけ来るって。怖いとか無理なんで絶対チャッキーが一緒に行ったらね、行けるかもね。福田とせいさん、花火いっぱいありがとうございます。嬉しい。チャラ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 って花火がパパ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 パって言って、ありがとう。入るの？嬉しい。楽しみだ。
いっぱい目合わせます。本当そう、取りつかれるからマジでやめた方がいいと思います。本当に本当にやめた方がいいと思う。何があっても知りません。私は止めました。本当に誰かおってもマジでなんでやねん。誰かいたら絶対、誰かいたら絶対いける。うち前と後ろ挟んでくれたら絶対いける。心がざわざわ、いったシングルライフ、きっかけはお一人様天国。好きな人と一緒ならビビらないで。わかる。逆にそっちにドキドキしちゃうんじゃない。明日仕事終わったら福岡や。ありがとう、ありがとうというかお疲れ。塩持ってたけど大丈夫だよ。リンリンリンカを前で守りつつお化け屋敷入るわ。やった、めっちゃ安心感あるわ。報告の5日ぶり。5日ぶりってもうめっちゃ最近やん。 It's a single life、きっかけさせてちゃお一人様天国。マジ大好きなんですよね。 It's a single life が大好き。アイドルなんかじゃなければ君だと気づいて初めての。好きになるんだよ、こと だ, だ, だ止まらないな、自由は。アイドルなんかじゃなければ、君だと気づいて、ドド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 。佐藤愛ちゃん、愛理ちゃん、愛ちゃん、佐藤ちゃんが大好きなんです。可愛くて14日相談させてくれ。ああ14日来るのやったね、ありがとう、嬉しい。14日ってまだまだだよ。そう、ひとみさん卒業しちゃうんです。悲しかったマジで。でも女優とかそっちも頑張ってほしいなって思うので、これからも応援してます。私はひとみさんを応援してます。憧れの存在なのでめちゃくちゃ応援してます。これからのお仕事も応援してます。リンカウチャー持っていきます。やったー、この前はリチャキのしか見えなかったからな。嬉しいです、ありがとう。シングルライフ、きっかけだだだだだ、一人様天国。ブン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 
ければ会いたかった会いたかった会いたかった Yes 会いたかった会いたかった会いたかった Yes 昨日眉毛サロンかな行ってきたからお顔の調子めっちゃいいね見せてくださいもう中学の内容わかんないかなリンカちゃん近いからね年がねわかるわかるで私中学の内容本当に嫌いなので本当にすいませんそろそろそろリンカさんの夢見れなかったもんねいつか見れますちかさんありがとうございます花火俺英語しかできんマジでいいやん英語だけでも教えてあげればねメールとかチャット送ってくれるから嬉しくて長めでコメント返しちゃう嬉しいコメント返してくれるの見てるからめっちゃ嬉しいです長めでも何でも今日はチャットのチャットもちゃんと送れたしメールもちゃんと送れたのでメールはあといつぐらい送ろうかなって思ってますゆりりんかちゃん今日も非常におかげお綺麗ですありがとうございますちょっと今の髪の毛の状態見てよマジで跳ねてるの今日ずっとくくってたから明日もくくっていくんだけどちょっと外跳ねでこれだよ超伸びたくないみおさめに明日はこう上げないでおこうかなこのね襟足を短く切られすぎちゃったので襟足は何もしないでくださいって言うつもりです襟足は切らないでくださいって言うのでここだけは切ってほしいですいつも思ってたけど髪の毛の本当ですか髪の毛全然綺麗じゃないですよでも髪質はいいねって言われますめちゃくちゃまあ何もしないんでね多分脂っこいんじゃない凛花ちゃんの関東イベントありますか ZEP 10月17日に ZEP の羽田の方に出ます羽田だっけ私の方羽田に行きます ZEP の羽田に行くのでそれのライブで行きますので口癖つけてる凛花ちゃんが言ってますけど本当美容室で切ってくれる人とお話とか私お話結構苦手なタイプなんですよねその美容室のなので携帯とか触っちゃうんですけどやっぱお話ししてくださるのでそれはお話しするんですけど苦手なんですよお話しされるのがはいなのでちょっとあんまり声かけてほしくないですあー花火ありがとうございますカチューシャか昔はね本当にカチューシャばっかつけてたんだけどねちっちゃい頃はなんかじゃなきゃこの格好にこのカチューシャは合いませんね全くかゆいところありますかって言われても何とも言えないわかるかゆいとこあったとしても言えないよねまあ会ったことないんだけどあんまりタクシー等でもおしゃべりするタイプあんましたくない派ですそう一人の時間が欲しくてあんまされたくない派ですリンクちゃんって街で歩いたら振り向く人多くないです誰も振り向きません私のことなんか誰も見てません原宿の有名な美容室行ったら美容師知り合いの歌で爆笑したことあるマジで自分も美容室だそうなんかさドライヤーとかしながら話しかけてくる方いるじゃないですか全く本当に聞こえなくて適当に返事しちゃうんですよ質問されててもあはーいとか言ってなんか聞いてるのにねはーいとか言っちゃうので本当に気まずい時間が流れるそれが嫌だから話しかけないでほしいんですそういう時もカットの時はまだ別にいいんですけど私ちょっと携帯見る派なので携帯見ますなので明日はちゃんとモバイルバッテリー持ってかないと
やばいです。デパーナダユリカミコサキなので写真撮ってありがとうございます。写真撮ってくださいいっぱいね。切ってる時よく話しかけてくるんだけど、いやもういてーと思って携帯見る。でもう話しかけてくるからまた携帯やめて、だからもう最初から携帯見ることにします。シャンプー上がったら、はい、私のね行ってる美容師美容院のとこがたまたまあのベビアンさんも行ってたらしくて、そうそれぐらい有名だ、有名で、それでビビアンさんも来てたんですよみたいな話になって、えーみたいな、めっちゃ嬉しかったです。フレンダリーリングって行きます、行きます、楽しみ。6期生の研究生はさあちゃんとカレンレンと私だけなので嬉しいですね。ロービュービーさんとめっちゃ仲良い、そうママがそういうタイプです。私のママが美容師さんとめっちゃ仲良くなれるタイプで、でも喋りやすい美容師さんもいるんですよ。私は神戸の行きつけの美容院に喋りやすい女の方がいるんですけど、女の人だったらまだいいんですけどね、男の人だと余計喋りにくいんです。私嫌なんですよね、あんまり喋りかけたくないです。こんばんは。もしかしてすっぴんなんですか。すっぴんです本当にこうやってこすったからかな、何もやってないです、すいません何もやってなくて、もう何も何もやってない、やばいですよね。ちょっと今肌荒れててここら辺なので、ちょっと直すために何もやってないです、すいません。こんなお見苦しい姿を見せて。小学生の時とかは髪切ってる時にゲームの人が、あ、私動画見せてくれました、なんかアニメ、なんかディズニー系のアニメのね動画を見せてくれてましたとか、テレビに流れてる動画見てる。 T さんありがとうございます。金魚すっぴんでも関係、本当ですか、全然ですよ、もう本当にすっぴんすぎてやばいですよね、ごめんなさい。綺麗なスピンでびっくりしました。いや全然相当にもう不細工すぎてびっくりしましたって言ってください。ちょっと暑いね、ちょっとうるさくなります、扇風機回すので。モーターが速くなってきた。アイドルなんかじゃなければ耳だと気づいてるのかな、私さん。日焼けしてるけど、あさって気にしない、気にしてないよ、なんも大丈夫ですよ。お風呂上がったらマジ掃除機かけよう。スピンでも買えると思います、ありがとうございます。幼稚園の時美容師さんにドラゴンボールの悟空にしてくださいって言ってた、マジでかっこいいじゃん、かわいい、そういう男の子とか女の子、プリキュアのこの髪型にしてくださいって言うけど意外とむずいのよね、そういうのむずそう、キャラクター系にするの。マジで髪の毛伸びたね、やばい。これは汗でここがびちゃびちゃになるからちゃんと切ります、ここら辺までどんくらいまで切ろうかな、こんくらいかな、やっぱりこんくらい。プリキュアのこの髪型にしてください。ちょっとお粉でも塗ってきますか、スピンをちょっと良くさせるために。これかわいいでしょ、これうらちゃんからタンプレでもらいました。バッサリは切らないですね。
コナーでも塗ってテカリを抑えさせます。これは大きいのでお家にだけしか使わないんですけど、あんまお家でメイクすることがあんまなくて、なのでこの粉は大事に使っていきたいと思います。めっちゃあるからね。おお。美容室でヘアカタログのようにしてくださいって言いますか？言いません。私は一回切ってもらった自分の写真を見せたり、あとこんくらい切ってくださいって言ってます。私はいつも顎下ぐらいでちょっと切ってくださいって言うんですけどね。可愛くなった？変わらんやろ。これだけじゃあんまつけてないしな。パッてやってこっち。サバ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 サ。ショートカット好きなんでバッサリ言ってもらっていきません。バッサリやりません。でも多分結構変わると思う。昔のあのめっちゃ短い頃ぐらいになると思う。ボブ大好きやった、嬉しい。まあ今はボブじゃないからね、ミディアムぐらいだから、こんくらい、こんくらいってことよね。だってこんくらいになると思います。髪は伸ばしたいんですけど、伸ばしたいですけど、ちょっとね昇格してから伸ばしたいなって思います。なので昇格してから伸びた髪型は見れると思いますので。これでもだいぶ伸びたもんね。成人式までは伸ばしたいので。ロングのリングちゃんもイメチェンで買えると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、あのバラカモンのちっちゃい子役の子がこういう髪型をしてたんですよ。こっちだけこうするみたいな。そうちょっとまあこんな感じ、こういう髪型をしてたんです。バラカモンに出てたちっちゃい子役がめっちゃ可愛いなと思って、その子がやってたらね、これでやったら、でもこんくらいの髪の毛の短さなんですよ。あの子もこんな感じだったらなんかおもろいね。似合わないですけど全く。めっちゃおさがなくなる。わかる。そうなるちゃん、なるちゃん、なるちゃんがやってたの。可愛くないですか。ハーフアップにしたらね、私落ち武者になるんですよ。ほらこれがハーフアップ、私の落ち武者でしょ。めちゃくちゃここをね外羽とかにしたら可愛いんだろうけどね。落ち武者になるんです。え、でも意外と落ち武者になってなくないですか。できない。髪の毛が手に絡まって、こっちも
ねじ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 ってして、こう結んだら、いい感じじゃないですか。可愛くない、このねじねじねじってするの。明日これでいこうかなっていうのはやめてきます。嘘です。あの普通に髪の毛くぐっていきます。暑いのでこれでいきます。これでいきます。私は明日もこれでいきます。じゃあそろそろ壇上見せたいと思います。ちょっと早く始めたので。13位ビッグウェブさん、ありがとうございます。12位エンチョさん、ありがとうございます。11位カサさん、ありがとうございます。11位ビバさん、ありがとうございます。9位ヌグヒデさん、ありがとうございます。8位エレハナ大好きさん、ありがとうございます。7位ルディエカさん、ありがとうございます。6位ヒロさん、ありがとうございます。5位 T さん、ありがとうございます。4位マサニアさん、ありがとうございます。3位ムハマドさん、ありがとうございます。2位カズキチ、ありがとうございます。1位福田オトセさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと早めに始まったので1時間ぐらい経ったと思うのでバイバイしようと思います。今日も見てくれてありがとうございました。おやすみ。明日もテスト頑張ります。おやすみ。